ばんは。お疲れエッジです。こんばんは。あれ、これつけたら怒られちゃうよね、きっと。今ミニーちゃんのピンつけようとしちゃったけど、これダメだよね。最近いつも前髪ない。こんばんは。リーチこんばんは、元気です。リーチ何、こんばんは。昨日は消しゃって帰ったの、時期変えました、ありがとう。わー、こちらこそありがとうだよ、ギャップさん、ありがとう。本当に嬉しいです。本当に本当に大大大大大感謝。でもよかった。あ、リーチ今日ご飯食べてます。今日ご飯食べたよ。なんか新しいリップが届いたよね、今日買ってみたの。可愛くない？ほら、なんか可愛い。で、画面で見ると全然色ついてないように見える。ニューリップ。なんかめっちゃクレヨンみたい。トロ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 ってなる。そう、可愛いっしょ。なんかプルプルリップ塗ってないのにプルプルでさ。かわいい、ハマりそう。これなんかちょっとみんなから隠れたいんだけど、こっち来よう、こっち来て。なんかでいつもさ、その準備しないでさ配信始めちゃうよね。よくないね、配信始まる前に準備すればいいものを。もう一回隠れまーす、少々お待ちください。そうそうそう、とりあえず始めることを先に。隠れて晩ご飯食べてる。違うよ、ご飯食べてないよ。ちょっとメイクしたいなって思って。違いますよ、隠れてご飯なんか食べてないですよ。そう、このリップさ、めっちゃプルプルで可愛いんだけどさ、なんか色がね、ちょっと待って、なんかねさ、コスメの話するとさ、口の形が、口がなんかニコニコしちゃう。私自分の笑った顔あんま好きじゃないんだけどさ、ニコニコしてしまう。でも色つかないのよ、なんかあんまり。ほら可愛いけど色つかないです。なんでなんで。ラブさん、ブーケありがとう。
マシンガーさんたくさんかわいい、ありがとう、こんばんは、ありがとうありがとう。え、眉毛きれいにしてもらったのにだんだんデーツの自眉毛に戻ってきた。有料コンテンツに買うプルプルリップ立ち会いはまだですか、だって。それは裏メニューですね超プルプルでしょ、通りでプルプルだったわけか。そうなんです、そうなんです。なんかね、安かった、めっちゃ初めて。なんかシーンのやつらしい、シーンのコスメ、シーンのコスメって買ったことなかったんだけど初めて買った、ピンクフラミンゴだってなんかコスメのさ、こういうなんかさ名前って面白いよね。今日はもう先に食べました。ゆういちくんお疲れ、ありがとう、お疲れ様。そう、今日もくらみちゃんです。なんか新しいこのさピン買いたいの。でも自分はおぼちゃむのピンが欲しいんですけど、おぼちゃむあんまり見かけなくてね。ポチャムをつけたいですポチャムこの前見かけたんだけどね、買わなかったのよ。他のとこにもあるかなって思って、でも全然見当たらなくて、それ以降だから買えばよかったって思った。ポケモン、ポケモン、そういえばさ、ちょっと待っててね。ポケモンの靴下さ、まださ1回ぐらいしか履いてない、1回2回しか履いてないのにさ、モケモケしてきたんだけど、なんで？洗濯機のせいかな、もうモケモケになっちゃったって思ってますでも片っぽどっか行っちゃったんですよ、これさどうしよう、めっちゃ困ってるの。片っぽなんか見当たらないの、置いてきちゃったのかな、お家に。ニャオハの靴下、マスコット付き靴下、かわいいでしょこれ、ポケモンだよ、ニャオハ。これがですね、噂のサッチーに似てるやつらしいです。ちょっとこれニャオハです。なんか自分はゲンガーが欲しかったんだけど、なんかもうなかったの。もうね、ニャオハとクワッスぐらいしか在庫なくって、だからニャオハにした余ってたからこいつ買ったみたいな言い方だねニャオハ好きな人ごめんね。ブロッコリーに似てる、確かに色はブロッコリーめっちゃブロッコリーカラーなんですよ。かわいいポケモンでしょ。マッツさん、魔女の帽子ありがとう馬太郎さん、こっそりーチーズ、うわ、馬太郎さん久しぶり、何してたんだよ今まで久しぶり。あ、ローラーシューズは、ローラーシューズはなんかあるけど使ってないですね。はいね、なんかもう使ってないわ。なんかね、昔はめっちゃ乗れた記憶あったんですけど、この前乗ってみたらなんか難しかった。そう、なんか難しくって、あれ、ローラーシューズってこんなに難しかったっけってブームはすぐ去る、確かに1日ぐらいで去ったかも、買って届いてその日に冷めた
してどこへ向かっているのかわからなくなる。テイピタンおつぴよおちゅー。宝の持ち腐れ？ローラーシューズ宝なんかな？宝か。宝だと思う。あ、もうちょっとでクリスマスだね。気が早いか。タロイトさん、ねえ、そう体調悪かった。そう X で見てさ、DM 心配だったんだ。よかった。マシになりました。よかった本当に。元気か。で、運動神経悪いんですよ。めっちゃ悪いと思う。球技できない本当に。ボール苦手です。ボール怖いし。なんかちっちゃい頃お兄ちゃんのサッカーボールお腹に飛んできてからいい思い出ないんだけど。ボールって。あ、ハロウィンのやつね、もう準備できてるよ、ほら。一応ハロウィン用に結構前から買ってたんですよ、ハロウィンに向けて。でもなんかまだ早くない？ちょっと気が早い気がして。でも1日しかつけないのもなんかもったいないよねって思う。買ったんだけどね、まだ開封してないです。10月からつけていいのかな、ここにパーンって。うん、みさみさん虫眼鏡ありがとう。やっほーみさみさん、クリスマス。あれ、もしかしてリエチもお年玉。確かにリエチまだ高校生だからさ、お年玉もらってもいいよね。じゃあみんなからお年玉回収しに行こう。1月のお話し会でみんなにお年玉回収しに行こう。ビンゴの神様、何のコスプレ？ブロッコリーの妖精。え、ブロッコリーがいいの逆に。ブロッコリーの妖精みたいな、ふざけたコスプレがいいんだったら全然そういうのでもいいですよ、家は。ハロウィンね。確かに確かに、ディズニーもユニバももうハロウィン一色だよね。あー、ディズニーのハロウィン行きたいな。でもホラーナイト行ったことないんですよね。だからユニバのホラーナイトもちょっと行ってみたい。10月の生写真かわちね、今日ね見た、あのうさぎちゃんの、うさぎでした、リエはうさぎを着ました。さっきメールにいつ送ったか、これからたくさん送ってきますね。たくさんうさぎのやつあるんで。ね、高校生の時はまだお年玉もらえるよね。じゃあリエも1月の話からみんなにお年玉もらいに行くことにします。もらえる権利ありだって、やった、もらおう。みさみさ配信間に合った、嬉しい。やってね、よかった本当に。最近ね、なんかあんまりみさみさなんかあれだから、ちょっと最近距離感じるから。ユニバ年パス買ってしまったからハロウィン中に行きたい。え、絶対行きたい、ホラーナイト絶対見たいよね。9月の生写真は2枚うちに来ました、文学少女。え、よかった、あ、そう見た見たね、あれ可愛いなって思って。あ、自分ごめん、あら、よくないよね。じゃあルパンさんが上げてる生写真見てさ、え、可愛いじゃんとか思っちゃった。ごめん、聞かなかったことにして。
正月は親戚に会わない。なんかめっちゃ全然いとこにさすっごい会ってない気がする。長い間正月イベントリーチに私もお渡し会お渡し会いいですね。リエは全然ウェルカムですそうハロウィン写真はねウサギでした。ウサギだったよでもクリスマスが楽しみかな。やっぱりハロウィンもいいけどやっぱクリスマスが一番私は好きです。お正月よりもハロウィンよりも好き。クリスマスの方がクリスマスって本当に好き。本当に本当にホワイトクリスマスを過ごしてみたいんですよ。誕生日クリスマスお年玉のムーブ強すぎ。確かに確かにそう。それはねいつも思う。だから誕生日迎えてからは割とあのハッピーな日々が続くんですよ。え、クリスマスプレゼントねないんだよね。中学生になってからクリスマスプレゼント来てないんだけど、でもリーがクリスマス好きなのは多分曲、クリスマスソングとかクリスマスの雰囲気がめっちゃ好きなんだと思う。ウジユキはもうねサンタさん来ないんだよ。最近よくあのクリスマスソングを聴きます。好きだからよく聴くんだけど冬になるとまた聴きたくなるねっそうクリスマスツリーとかイルミネーションとかめっちゃ綺麗じゃないですか。だから楽しみ。そう一昨年か一昨年さ青い洞窟行ったら何もやってなかった。コロナでただの木だった広島も北部に行ったらギリホワイトクリスマス。そうなんですか。へえ。北部ってどの辺なの。北部ってどの辺。部屋の中飾るだって。え、飾りたい。なんかね、でも自分の部屋にちっちゃいなんかあの音が鳴るやつ立てかけてた。クリスマスツリーはねワンコ飼ってから飾ってないんですよ。ワンコが多分荒らす気がして。でも自分と同じぐらいの身長のしかも白いクリスマスツリーがあるんですよ藤井家にはね。でもワンコが来てからは出してないです。去年のクリスマスの頃は広島市内も雪降ってました。そうなの。そうなんだ。へえ、すごい。それは埼玉よりも寒いんだね。じゃあね、リエね、サンタさんでねコスプレ配信できるよ。だってサンタさん白いサンタさんのね衣装持ってるからでもなんか帽子どっか行っちゃった気がするんだけど帽子残ってるっけ。確かにね埼玉でねクリスマスで雪降るなんてなかったよね。福山は雪だ。そうなんだ。クリスマス楽しみ。本当に昨日もねお風呂に入りながらねクリスマスソングをね聞いててね楽しかった。なんか
人でノリノリでした。クリスマスが楽しみ、クリスマス早くクリスマスなんないかな。 I just want you for my own more than you could ever know make my wish come true baby all I want for Christmas is you。 あー楽しみね、楽しみしかないね。私も楽しみしかないです本当に。お風呂からカラオケ配信、それはちょっとダメですね龍一サンタ確かにね、お話し会でもね行けたらいいのにね。痛い、なんか足が痛いんだけど昨日さ足痛くてなんか寝れなかったんですよ、2時間くらい。もう良くない、本当になんか足が痛すぎて寝れなかった。困った困ったはね、椅子に座ってるからね大丈夫なんだけど、うん、半袖超寒いね。え、本当にそうですよね。もう寒いですよね、外だって出れないもん。半袖で外出たらめっちゃ寒くて困る。そうだからね、マッサージしたんだけどねダメだった本当。昨日は湯船に浸かってもマッサージしても全然寒くって困った。だから本当もう足痛いなって思いながらも、もう眠くなるのを待つしかないだから何時に寝たか覚えてない昨日。ねえ、入浴剤ね、入浴剤好きなんだけどさ、あんま毎回毎回は入れないんですよね。この前ラッシュでさ、ラッシュでなんか黒いバラの入浴剤を入れたんですよ。めっちゃ綺麗だった。でもお風呂が黒くなるでもね、なんかね小さいキラキラがねたくさん入っててめっちゃ綺麗です。レッスン後クールダウンのストレッチするんじゃないの。するよ、するけどやっぱ痛い日は痛いかも。わりかしリーチはでも入浴剤入れちゃうときはめっちゃ長風呂しちゃいますね。この前はサッチと遊んだ時に入浴剤買ったんだけどね、それがなんかキラキラのなんかラメ入りみたいなお風呂だったんですよ。めっちゃ可愛かったよそれ。そうだからディズニー電気消してパソコンでディズニーの音楽なんかオルゴールみたいなやつ流してお風呂入ってたそうすごかった、めっちゃ良かったのそれ。黒い入浴剤はラッシュのやつだけど、キラキラのラメ入りパウダーみたいなやつはなんかプラザみたいな、なんかどこで買った、プラザロフトみたいな、そうロフトみたいなとこで買った。そういえば広島でまだロフト見かけないな。リエ
でも最近ふとどこに行ってもあんまり見かけないかも。うん、なんかこうやってお湯すくったら紫なんですよ。結構紫なんだけど、お湯が重なってるじゃないですか。たくさん集まってると黒に見える。でもこうやってすくったら紫にナメナメがパーンって入ってる。サッチーと一緒に買ったやつは青で、結構がっつりキラキラしてたやつ。なんかめっちゃいい匂いがした。だからお風呂場がまだその入浴剤の匂いがする、なぜかわかんないけど。そう、入浴剤ね。なんかラッシュ、今ハロウィンのやつあるよね。ハロウィンのやつ欲しいなと思ったけど、まあ、バービーちゃん、バービーちゃんも可愛かった。バービーちゃんもやってないのかな。バービーちゃんのやつラッシュコラボしてたんですよお風呂にアヒルを浮かべるほどね。あ、今ペロ噛んじゃった痛い。お風呂にアヒル浮かべるほどね子供じゃないですはあ、ベロ痛かった今。でさ、小学生の時なんか給食中かな、なんかベロ噛んじゃってさ、マジで、え、結構本気でね、本気でもう気絶したかと思った時あった。でもディエ、なんかさ、誰にも信じてもらえないのよね、この話しても。なか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 信じてもらえないんだけどさ、本当に気絶したかと思った、ベロ噛んで。本当にね、危なかった。小学校の時にしたかもなんてそう、小学生、小学1年生の時だよ。しかも本当に1年生の時に、違う、本当に本当に聞いて、一瞬意識なかったと思う。なんかなんて、ベロ噛んで体がブワッてなったんですよ。ベロ噛んじゃって、衝撃なのか、それとも多分意識失ったのか分かんないけどすぐ戻ってきたけどね、一瞬。めっちゃ本当にグワッて体が倒れてびっくりしたうんそう、一瞬だけね意識がわーってなった今日、戻ってきましたしい。本当にめっちゃそれ以降そんな経験はないけど、した感でもなんか衝撃的だったんだろうね。本当に信じてるよ、だって本当かよウチさん、報告、9月の生写真ゲットした。本当に嬉しい。文学少女さ、自分も結構好きな可愛い衣装だなって思ってたから嬉しい。ありがとう。じゃあ大切に保管してくれる、してね、してくださいあ、そんなにゲー多かったんだ。じゃあそれは運命だよそう、舌噛んだらめっちゃ痛いです。だってさ、舌噛んで自殺するじゃないですか。だからそれと同じで、ダリアは意識不明、死にかけたってことじゃそういうこと。文学少女ね、可愛いでしょ。自分もあのワンピースの色がめちゃくちゃ好きで、お気に入りですフ確かに、どんだけ強く噛んだのって感じだよね。でも本当に一瞬意識吹っ飛んだと思うで、ベロを刃
刃で噛むってこと？なんか刃ないけど、なんかかからカエルって何の歯？カカの歯。カカの歯グリグリすると痛い。なんか自分全部歯抜けてないと思うんだけど、まだ。人の歯って何本あるのか分かんないけどさ、私全部抜けてない気がするんだけど、そんなことない？こんなたくさん抜けた記憶ないんだけど。絶対抜けてない、まだ全部。と思う、抜けない気がするけど。親知らず抜いた。親知らず抜きました。そう、なんか矯正したいから、だからでも矯正する前に親知らず抜かないとダメって言われて、だからね、去年からやったんよね、矯正。去年、一昨年から始めてたんかな、親知らず抜くのは。もう両方ともしたの行きました。めっちゃやだ、もう一生やりたくない。今まで経験した中で一番やりたくないこと、親知らず抜くこと。もう本当に嫌だ。なんか腫れは、まあ確かに腫れたは腫れたけど、すっごいたくさんポコってなったし、なってなんか青くなったりしたわけじゃないです。そんな、まあ、多少は腫れたり青くなったりはしたかなってぐらいで、でも自分的には抜いた日が一番しんどかった。しかも自分まだ親知らず生えてきて、生えてきた、なんだろう、見えてきてなかったから、まだ歯茎の中にいた親知らずを抜かないといけなかったので、大変でした、出した。はい、大変でした。そう、ね、でも違う、当日は本当にめっちゃ、抜いた日はね、もう血が止まらなくて困った、めっちゃ。そんなに、そう、血止まらなくってね、家帰っても電話したんですよね、もう一回。かすかの自分が映ってるやなって。本当に映ってた？今自分って言ってました？嘘。でもなんかかすみんのさ、口癖、なんと、かすみんだけじゃないかも、なんかみんなの喋り方映っちゃう気がする。なんかなんとかジャッキーとか言わんけど、でもかすみんの口調は自分でもめっちゃ映ってるなって思う。全身麻酔、全身麻酔したの、もうめっちゃ手術じゃん。でも確かに結構痛いですよね。なんかだってメリメリ言ってたもん、自分ではメリメリ言ってんの聞こえてきた、抜くとき。そう、リエは完全に埋まってる歯を抜きました。埋まってる親知らずを抜いたから、結構痛かったです。痛かった？痛くはなかった。抜いてる時は痛くないけど、抜いてる時は痛くないんだけど、痛かったかな。でも痛いよりも血の味がずっと口にして、水飲むのも痛いし、それが嫌だった。そう、水飲むのも痛いじゃないですか、親知らずって抜いたら。それが本当に嫌だ。なんか口の中にゴルフボールが入ってる感じがする、めっちゃ。こうやって寝てても、こうやって仰向けで寝るじゃん、仰向けで寝ててもなんかこう引っ張られる感じがする。本当にゴルフボール口の中に入ってる感じします。なんかもうどんな体勢で寝ても顔を傾けようが、本当にゴルフボールが入ってる、ずっとここに、治るまで。だから水飲む時もなんか引っ張られる、こっちに引っ張られる、下に引っ張られるみたいな感じがする。そう、めっちゃ痛いってか、違和感がすごいです。そう、痛みで言ったらそこまでじゃないんだろうけど、違和感と血の味がです。
ゴルフボール口の中に入れたことはないんだけど、入れたことはないんだけどさ、でも感覚で言ったらそんな感じなんです。親知らずを抜いた時の感覚は、もうリーチはもう両方とも抜いてるので、ちょっとみんなが親知らず抜く時はリーがアドバイスしてあげるそんなこと言ったんでどうにも抵抗できないんですけどねリーが顔丸いのは親知らずの腫れまだ治ってないんかな。そうかもしんない、まだ腫れてるから顔が丸いんかも。結構時間かかるんかな治るの親知らず治るの結構腫れ引くの時間かかるらしいプレゼント解禁したらゴルフボール送りますだって。ゴルフボール？何に使えばいい？じゃあパパと一緒にゴルフやろっかな。リエのパパたまにゴルフやってるからお話し会の決済は今日までです。わー、そうだそうだそうだ、さっきメールでも送ったけど、そうだ今日までです、今日までですよ、お忘れなく。皆さんせっかくだから忘れないで会いに来てね。今日までか、今日までってあと数時間じゃん、もう今日終わっちゃうじゃんほとんど。じゃあみんな忘れないでね、会いに来てねもう何分？もう結構な時間かな。あ、58分だって。危ない危ない。壇上を読みます。それでは13位置いてます元気さんありがとうございます。12位みさみさんありがとう。11位ももちゃんさんありがとうございます。10位森健キングさんありがとうございます。9位ととみちさんありがとうございます。8位とうもろこしさんありがとうございます。7位うらべさんありがとうございます。6位まいちょうさんありがとうございます。5位いすけいましんさんありがとうございます。4位ルパーさんありがとう。3位くまれっぱさんありがとうございます。2位マットさんありがとう。そして1位はマシンガンさんありがとうございましたありがとう、こちらこそありがとうございます。あ、決済しましたってありがとう。じゃあみんなお忘れなくね、ありがとうお疲れ様、こちらこそありがとう。